藤沢良子は日本の女性フィギュアスケート選手。2008年 JGP ファイナル2位。千葉県出身。2歳でスケートを始めた。新松戸クラブで小津島幸喜の指導を受け、2005から2006シーズンの全日本のオービス選手権 B クラスを制する。当時から丁寧なスピンやスパイラルは評価されていた。2007年夏から練習拠点を福岡に移して、 河野由美に指示し、その後半年のうちにアクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛べるようになった。ジュニア1年目の2008から2009シーズンは、出場したジュニアグランプリの3大会すべてで表彰台に上るなど活躍した。2009から10シーズン、初出場となった全日本選手権で10位となり、新人賞を受賞する。ABCDEF フィギュアスケート選手名鑑2006新書館2005年12月 P31ABCD 全日本ジュニアの新しい風フィギュアスケートレーズボリューム8大 X 出版2009年2月 P43 から44フィギュア女子にシンデレラそっちの星藤沢はジャンプが武器共同通信社配信記事東京新聞2008年12月18日付有観 第3面他に掲載。ありがとうございます。